はい、今週も始まりましたワープ TV 競馬チャンネルです。じゃーん、祝2週連続的中ドーン。まあ本当2週連続上がってすげえ好調な競馬チャンネルです。じゃあ、 天皇賞秋の反省会をしていきます。まず先週 AC イカリを1円も買いませんなんて言って、それがやっぱプレッシャーになって、レース中は AC イカリのことばっか考えてて、もし聞いたら赤っ端だから、あれ本当に勝負します。エイシンヒカリは1円も買いません。これエイシンヒカリダメだな。オッケー、プレッシャーかかっちゃったなあれ。あんなこと言わなきゃよかったなと思って。でもやっぱり武井騎手の逃げ、スローって読んだんで、なんだろうな、あれ離して逃げられないのかなと。去年もあのエイシンイカリは2番手に控えて、今年は逃げたんだけど離さずスローで、瞬発力勝負になったら絶対負けると思って、スピードに不安があるのかスタミナに不安があるのかちょっと分かんないですけど、あれは平身光はサイレンスウーカーでいろいろ言われてたってのを全然知らなくて、本当にだから一番人気だったってのが分かんなくて、あれ去年も言われてて、あれなんだろうな、枠も一緒、騎手も一緒とかでなんか言われてたんですよね、あれ全然知らなくて、それであんなこと言っちゃってまあそんでそのことを知らずに、モーリス本番は一番人気になるんじゃないかなって、まあ一応宣言通り一番人気、本番は一番人気になって良かったのか悪かったのか、まあ一番人気成績が良かったから、モーリスにまあ冗談でまあファンなら一番人気になるだろうって、競馬ファンを信じれば一番人気になるだろうと思って予想したらそっちも当たって、面白いもんですねあれは。じゃあ前走毎日王冠組、例年だと毎日王冠は、内前で決まることが多くて、外で伸びきれなかった馬を買うと、着順を上げるって感じなの。今年は逆で、毎日王冠、外伸び馬場だったんで、内を通った馬が結構不利だった。で、外伸びで外を通った馬が着順を下げたっていう結果になりましたね。ロゴタイプが発着、毎日王冠発着で本番5着、9番人気5着で、でステファノスはうちで振りを受けて、しかもうちを通ってきて、でまだ伸びしろがかなりあったと。あれは言ってよかったな、本当にステファノスだけ買っといた方がいいって。でステファノス、この馬一番買いたい、ステファノス一番買いたいんだけど、なんで一番最後に来ちゃったのか分かんないんだけど、もっと上かと思ってた。本当に2走分けするし、あと前走も不利やったから上積みかなりあると思うんですよね、これ。ステファノスは絶対買っといた方がいいと思って、それでちゃんと3着来たから本当に良かったっすね、あれは。でまあ
ステファノスは毎日王冠5着、ほんで、それで本番3着、6番人気3着。結構穴人気してたんですよね、ステファノスは。思ったより人気だったなっていう印象でした。で、やっぱり札幌記念組、これは本当にすごい面白い見解があって、菊花賞ではモーリスを基準にレインボーラインの実力を測って決闘で距離は持つと判断したんですよ。決闘はまあ、あの近親にアニメートバイオ、あの秋華賞とローズステークスは走った、で父が捨て子だった距離を持つと思って、モーリスの実力をモーリスの3着だったんで、モーリス2着レインボーライン3着だったんで変えたんですけど、今度は逆に天皇賞秋は、あの札幌記念はこのレインボーラインが、距離不安があったレインボーラインが菊花賞で2着だったと。っていうことはこのレースはスタミナの上積みがあるレースだと、あのそういう推測をしたんですよね。それが思いっきりハマったんだよな。スタミナの上積みがあるレースってよく、なんでそうなったのか分かんないんですけど、あのレースレベルなのかペースなのかメンバーレベルなのか分かんないんだけど、明らかになんかスタミナがついたと仮定して、だから前走 2000m でモーリスは上積みあるってあの予想動画でも言ってますし、こういう距離短縮とか距離延長はターゲット見ればみんな乗ってるんだけど、こういうことは一歩先を読んで想像力を使って一歩先を読むのがやっぱこれからすごい大切になってくるんじゃないかって思ってるんですよね。例えば分母が少ないデータとかあるじゃないですか。それをこの未来、こっからはどうデータが上積みされていくのかっていうのを読むのが面白いと思うんですよ。そういうことをしていけばもっと一個想像力を付け加えて読んだらもっと競馬面白いし、もっと楽しくできると思うんですよね。今週はエリザベス女王杯、またしっかり予想しますんで、皆さん、まあ応援してもらってもいいし、外れてざまあでもいいし、予想に乗っかってもいいし、まあ一緒に競馬楽しんでいきましょう。今週もどうもありがとうございました。